花尾弥郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます、今日はね、音楽魂ですけども、ゲストいらっしゃらないということでですね、金玉というね、感じで、いつものレギュラーご紹介しましょう、松下としみさん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします、はい、桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いしますね。なんか割と最近ワイルドな感じになってる。ワイルド、うん、なんかこういい感じですよね。いい感じのね、似合ってる、うん、美容室に行ってないんで。あ、そうかそうか、ちょっとでもそういうのもいいんじゃないの、ね、去年からかな、コロナが始まってから行ってないですからね。あ、そうなの伸ばしっぱなしで。あ、なるほどね。昨日なんか揺れたよね。揺れましたね、久々にビビりましたね。久しぶりに警報がね、なんかね、10年前がなんか懐かしいっていうかね、ちょっと思い出したよね。あの時もやっぱ来れなくて、なかなかいろんな、今日はでもちょっと早めに行ったんでね、ちょっと早めに着きましたけども、ルートをちょっと止まってましたよ、電車ところどころ渋滞して。あ、そうなの。あ、電車がね、電車がね、でもね、ちょっとやっぱり怖いよね。めっちゃ怖かったね、昨日はね。まあでもたまにガス抜きしておいた方がいいっていう話もあるんで、うんうん、なるほどね、溜、うん、まると大変だからね、うん、そうだね。ハワイのほらキラウエア、はいはいはい、ね、噴火してるでしょ、うん、今もね、うん、あれがあると日本にそういう影響があるあるよね、つながってるっていうね、話も聞きますけどもですね、今日はね、金玉、はい、いきますか。お便りからいきましょうかね、はいはい、どうぞ、じゃあこちらから。お、久しぶりにですね、はいはい、チャーリー佐藤さん来ましたね。金尾義郎さん、投げ銭 FM 音中、はいはい、地震の後の春らんまんという春らんまん、皆様こんにちは、暖かいですねっていうね、今日は、まあ、暑いですね。あ、そういうことね。午前中はね、曇ってましたけどね、日が差してきましたよね。昨晩の地震で足立区は水浸しとなり、え、本当に液状化したの、うん、トネリーライナーも脱線しましたということでね、こんな陸のこと足立区よりのんきにリクエストをいたします、桜が咲きそうなこんな時には、日の当たる坂道ね、もうチャーリーさん好きですね、これもね、ありがたいですけどもですね、 お願いいたしますというね、はい、金尾さんがいなければ桜田さん一人でお願いいたします。そうなりそうだった。僕がね、今日来れなかったらね、ひょっとしたらね、来れるかなっていうね感じ。いや、残念ながら歌詞が書いてないんだよね、僕の譜面には。コードしか、例えばさ、一人でもう俺はちょっと遅れたりしたこともあるんだけど、うん、でもギリギリセーフだったのかな、前もなんか前回はね、前、そうそうそう、いやっていう前、もう何年も前の話、割と結構あったんだよね。あったよ、だってキキさんと僕と2人だけで、どうしようっつってた時が、2人でだから桜、その時は桜田くん弾いてキキさんに歌ってもらういいかもしれないよ、いつかはそういう日も来るかもしれない、ね、そうそうそう、そういう時もね、ひょっとしたらあるかもしれないんですけどもですね、なんか生放送ね、何があるか分かりませんけども、まあ、スリリングだったらもうやりますよ、何でも、ね、今日いただいたお金言ってないよ。あ、今日1万円来てますよね。ありがとうございます。じゃあ、行きますか、はい、日の当たる坂道。What?
ということでチャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしました日の渡る坂道というね、歌でしたけども、いかがでしたでしょうか。まあ大体そのゲストいらっしゃらない時はですね皆様のリクエストできなかったリクエストにお答えしたりとかねまあこのスタジオに入ってからねなんでしょうファックスとかね見る形になってあんまり時間がほとんどないねほとんどぶつけに、ね、なっちゃうもう事前にこう見れたらねもっといいのかもしれないけどもなかなかそれがねできないっていうね、うん、松下さん何かありますかファックスですか、うん、お便りありますよはい行きますかね行きましょうじゃあちょっと今日はミキさんのから行きましょうかね博多のみきさん、はいはいはい、皆さんこんにちはこんにちはこんにちは晴れっぱなしの博多ですおーそうなんだな、うん、昨日の夜はびっくりでしたね、リスナーの方々を含めご無事であることを祈ります無事は無事でしたね無事でした ね、 ったですね、うん、先週のゲストは久々のりーちゃん筑豊弁は一丁変わらんかったですね筑豊弁ね、うん、もう筑豊弁で喋りっぱなしだったよね二、うん、人で盛り上がってやっぱりりーちゃんのね、うんまあ、隣町ではないんですけどもやっぱりお互いに筑豊エリアとしてはそうそう能形、ね、と田川のね、はい、あるんですけどもねはいそれととしみさんお誕生日おめでとうございます、はい、ありがとうございました、はいお二人のお誕生日に行われたライブも盛況で何よりでした
そして今週は金玉、またもリラックスした気持ちの良い時間を過ごせそうですね。ようやく緊急事態宣言も解かれて少しは気が楽になってきましたね、うん、とはいえワクチンパスポートの制度にも疑問は湧きます、うん、重症化を防ぐってだけで、感染の可能性、また感染させる可能性は減ってないのに、うんうんうん、なので変わらず去年から意識的に6時間以上睡眠をとるようにしている、うんうんうん、免疫を上げる生活は続けなくちゃなりませんね。そうですね、栄養をとり、そしてライブには対策をしていき、うん、笑顔になれる機会を意識的にでも増やしていきたいもんです、うんうんうん、嘘でも笑ってると脳は嘘笑いを判断できないらしいんで、免疫上がるらしいですよ。そうなんだ、って書いてますね。そのためにも皆さんにはどんどんお客さんの免疫を上げる活動、うん、要はライブってことですけど、やってもらいたいです。今日は全世界へ向けてのいわば配信ライブを楽しみますね。リクエストはこの時だけど、それに雨降ってないけど、うん、あえてドリンキングザレインでどうでしょうか。おうおうおう、もちろんいつでも、はい、いつも通り何でも OK です。はいはいはい、ね、個人的には車のエアコンの電気系統に不具合ができ、うん、今日の夕方から明日の晩まで預けなくちゃならなくなりました、うん、この週末はライブの予定が入ってなくてよかったです。なるほどね、うん、まあちょっとね、なかなか見えにくいかもしれないけども、なんか少しずつでもね、明るい話題っていうかね、うん、まあいい形になることをね、やっぱり望むばかりで、うん、まあ僕らは丸1ヶ月とか2ヶ月ね、ライブ、まあ、中止とか延期になってなんかしてたんだけど、はいはい、なんかやっぱりまあ、免疫力を高めるというかね、そういうことが一番すぐできることじゃない、うん、そういうのはね、やっていきたいなと思いますけどもね。ですね、うん、お酒出すのって全然違いますね、皆さんの顔がね。やっぱりいや違うでしょ、ね、ライブね、さみんなで笑ってさ、バカ騒ぎじゃなくてやっぱりリラックス度が違うじゃない、うん、こう楽しみ方のね、開放度がさ、やっぱりあ違うな、いつものように楽しんで、いや僕が行くね、たまに行ってた朝7時からやってる立ち飲み屋さんがあって、7時からそれでね、それ早すぎない、そこはもう50年ぐらいやってんのよ。あ、でそこの店長が85歳、うん、で社長は82歳なのよ。おでそれがさ、全部こうビニールシートとかもう一人ずつこうやって、うん、のれんみたいに全部新しく業者呼んで作ったら緊急事態宣言になっちゃったわけ、うん、お金かけて、うん、でただね、そのやっぱりそのね、できずっと休みじゃない、うん、その休みになることよりもね、その85歳の人たちが歩けなくなってんじゃないかと思ってさ、あ、ものすごくそういうのは心配になって、この間様子見に行ったのよ、うん、ちゃんと歩いてた、うん、焼き鳥粉を焼きながら、気になる。そうだね、うん、だからそういうことも気になるんだよね。でそのお金の問題とかそういうね、その感染云々もあるけども、うん、やっぱり50年ぐらい続けてってね、その町に貢献してきたわけじゃない、うん、それだけ続くっていうのはやっぱ楽しみにしてる人がたくさんいるよね。うん、まあね、競馬のギャンブラーとかね、そういう人たちも いるだろうし、うん、ただその人たちがね、ある仕事がなかったら本当にさ心配してたのよ。うん、うん、でもね、うん、ちゃんと歩いて元気でいらっしゃいましたけどね。やっぱ足腰が弱るとね、途端にガクッと来ちゃうからね。そうだから仕事がないとさ、うん、そういう風にのなこともやっぱり心配になるよね。うん、なんだっけ、リクエストあった？ドリンキンザレイン。はい、行きますか。行きます？うん、行きましょうか。もう雨は降ってないけど歌いましょう。行きますか。夢だけ
さんのリクエストにお答えしました Drinking in the Rain、はい、ね、どうでしょうね、あのなんか言いたいことないですか、言いたいこと、うん、何ですかそれは、さっきの、うん、リクエストの、ね、まあでもなんかやっぱちょっと日常が戻った感じはしますよね、10月に入ってからね、うん、そうだね、うん、なんかでも、うん、まあ実際に何が変わってるのかっていうのもよくね、あれだけど、うん、まあ感染者数は減ってるね、みたいね、うん、毎日のそこ、うん、まあちょっとよくわかんないんですけど、うん、まあ減ってることは確かでしょうね、皆さんね、ワクチン打ってたりいろいろ対策、なんか薬もそろそろね、そうですよね、あのなんだっけ、飲み薬がなんか、うん、来年治療薬が、治療薬が、ね、出るって話だから、ちょっとだから怖いことからちょっと抜け出した感じよね、うん、そう、 なんとかなるっていうね、頑張ってれば、うん、っていう気はしますよね、うん、でもなんかやっぱりその明るい、うん、ね、気持ちでやっていかないと、心がさ沈んじゃうとさ一番良くないじゃない、うんうん、それがね一番、うん、だからなんかそう思うけどね、あのこうやってね、あの元気にね歌えるっていうのは幸せですけどもですね、そうですよね、なんかメッセージ何か来てましたか、あのね、うん、あのメールもありますけど、メールメッセージ、メッセージももらってる、メッセージ、はい、あ本当、これはあの、アトランタですね、お、アトランタ、はい、高橋勤さん、ありがとうございます、はい、皆様こんにちは、こんにちは、今日はいい天気のようですが、昨日の地震の影響が出ているとか、うん、せっかくの金玉なのでメンバー全員時間に間に合うことを願っています、大丈夫、間に合いました、間に合いましたね、はい、緊急事態宣言もようやく明けましたが、まだ以前の状態に戻るにはもうしばらく時間がかかりそうですね、そんな中、金尾よしろユニットの初配信ライブ決定という画期的なニュースには久しぶりに興奮しています、あ、そうなんです、急遽決まったんですね、10月24日ですね、配信はね、配信は24日だけど、撮りが17日か、うん、17日に撮影して収録して、まあ5名ぐらいちょっとお客さんも入れられるみたいなんですけど、
それを編集してもらって、うん、で24日に一斉配信ということになりました。場所どこですか？これはね、明大前のゾムっていうね、はい、丸山恵子さんの企画をしているあの番組、配信番組があるんですけど、それのタイトルは何でしたっけ？3 favorite songs とかっていうタイトルだったと思うんですよ、うん、だからその自分が影響を受けた曲とか、うん、あと例えばあの、人気のある曲とか、うんうん、まあ普通だったらヒット曲ね、うん、そこは結構ね、だからあの割とメジャーな方が、あの、まあ、堀江純さんとか、うん、そういうあのサーカス の, あのっていう方とか、うん、まあ、吉田靖子さんもそうだし、生田圭太郎さんとかも、あとほらこの番組にも来られたあの、女性のほらスインガーソングライター、吉田靖子さん、いやそれさっき言った、今言ってばっかりじゃん、人の話聞いてない、聞こえなかった水越恵子さん、そうそうそう、水越恵子さんとか、はいはい、そういう方がね、うん、出る番組なのに、うん、まして俺ヒット曲もないのにさ、出てよってね言われて、もうドキドキしてんだけども、ね、で配信を苦手だから、そう初めてじゃない、でも10年ぐらい配信やってんだけど、ここは、ね、これ生配信だもんね、スリーソングソングフェバレッツだっけ、そうそうそう、タイトルはね、あ、そう、失礼しました、確かね、うん、それね、そのことを、あ、見てくれるみたいですよ、あ、本当に向こうからね、あ、ありがとうございます、チケットなんですけどね、チケットを1500円で発売します、はい、でもカナワさんは配信ライブどころか配信生放送もされているわけで、配信ライブはお手のものかと思いますカナワさんのライブはこの2年行っていないので、セットリストを想像するのも楽しみです、そうそう、ということだ、こと、ことだ、だってことでだと思いますが、本日のリクエスト、ライブでのオープニング曲の定番、え、定番といえばチックホーブルースをお願いします。チックホーブルースが来ましたが、ちょっと意外なとこでしたね予想外のが来た、予想外、オスですね、これはチックホーブルースですか行きます、大丈夫ですか、行きましょうか、はい、うん、俺から行くんだっけ、はい、ワン、ツー、夜はない、叶わない、夢はない、いつもそう信じて生きてきた、絶望のどん底から、いつか日が差し込むさ、いつもそう信じて生きてきた、
アトランタのつとむ高橋さんからいただきました。筑豊ブルース朝からきついね。なんかねこのライブでやる曲って妙に緊張するね。あのなんかそのなんだろう、うん、いや力入っちゃう。そうそうそう、力入るっていうか朝からもうこんな高い声なかなか出さないよね。昼間からね、ゆったりとしたのがいいかな。ゆったりでしょ。俺もしたいんだけどね。あ、お便りね、もう一つ読んじゃいます。うんうん、ちょっと待ってね。あ、そうだね、チューニングの間に、うんうん、いいですか、うん、ペンネームマリとモモコ。あ、モモコちゃん、はい、10月4日12時放送、カナオヨシロ音楽魂へのメッセージです。カナオさん、としみさん、キキさん、桜田さん、こんにちは。こんにちは。昨日は地震が驚きましたね。いや、本当驚いた。千葉は結構大きく長く揺れ、恐ろしさを感じました。皆さん大丈夫でしたでしょうか。そうよ、千葉だっけ。うん、そうそうそう、震源地、震源はでも北西部なんで、北西部なの、うん、ね、かなり揺れたでしょうね。うちの実家のあたりですね、震源は。そうなの。そう、すごいよね。さて、気を取り直して今日は金玉ということで楽しみにしております、うん、今日は春吉の女あ、曲名間違っていたらごめんなさい、春吉コールガールかな。そうですね、よろしくお願いします。春吉コールガール。そう、また今日でなくても大丈夫なのですが、うん、今年の初めにとしみさんが歌われた石狩バンカがすごく素敵でした。また聴けたらなと思うので、石狩バンカはやったかね。ありがとうございます。あったことあるかもしれないね。ウクレレ、ウクレレでやったの。ウクレレで、ウクレレでやった。いや、2人でやったんだ。やったと思うな。ウクレレでやった気がする。としみさんウクレレ弾きながらやったんだっけ。ウクレレとギターでやったのかな。なんか混ざったような記憶があるけど、混ざってやった。そうですね、いつかラジオでもう一度歌っていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。またね、はい、いつかね。そうね、ありますね。今月とかは割と金玉があるから。そうですね、石狩、ね、バンカあった。お、あったからやってるんだ。あ、やってるのね。やってんだね、うん、そうですね。ちょっと俺ないんで後でコピーさせて。コピー、うん、じゃあね、次回、やってみようかね、うん、追伸、今度10月31日のブルースギターフォーエブのカナオさんのライブ、ほうほう、予約取れましたので見に行きます。 ありがとうございます。本当ですか、ありがとうございます。皆さんにまたお会いできるのを楽しみにしています。マリとモモコのモモコより、モモちゃん、ありがとうございます。モモちゃん、ありがとうございます。31日は、あのブルースギターフォーエブって元町ですね、これ。元町ね、うん、投げ銭ライブ、投げ銭ライブ、うん、その前に23日はマイタアビームですよ。あ、そうそう、マイタービームもありますね。あります。10月23日ね、3日、うん、ありますよ。あ、じゃあちょっとライブ告知いいですか。いいよ。重なっちゃうんですけど、10月23日、学芸大学メイプルハウス塚さんと桜田、おうおう、7時からかな、夜のね、うん、それから塚さんできんの、ね、なんとかやると本人はおっしゃってますんで。本当。それから10月の30日、鶴間、うん、越後屋キューピーさん、うんうん、一応この2つかな今月の、うんうん、はい、ということでね、みんなね、いろいろありますけど、大丈夫、ね、一応もう退院して、本当、うん、もうあの絶対安静を条件に退院って感じだから、家でもおとなしくしてますって感じだと思うんだけど、うん、ただ何日か前の状況だと、うん、まあ、歩くことはなんとかできるけど、うん、小走りはできないって言ってましたね。あら、そうでしょうね、響いちゃうんだ、あばらでしょ。そうそう、だって9本折れてるでしょ。そう、9本って何本あんの全部で。十何本でしょう。すごい、ほとんど、何本あんだろうね、あばらってね、ほとんど、ね、それでだってハーモニカ吹くの、ハーモニカ大丈夫なの、息すんのも痛そうなのね。うん、いくら腹式とはいえさ、いや痛いとは思うよ、ね、でもあれはもう自然に治るしかないから ね、 そうなんですね。俺も何回もあるけど、そう言ってましたね、アバラって歌ってたって、うん、うん、だから年に3回ぐらいは打ったことある。年に3回ってアバラはないな、一度もな。だから横浜にいる頃ね、だからまだ、だからくっついてなかったもん前の、うん、いや、くっつかない時に他のところもアバラ打つ、固定しできないからね。そう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 、だから、うん、まああれは自然にね、自然につくしかないんだもんね、うん、頑張ってね、ね、頑張ってほしいですよね、大事に、ね、まあ、塚作もね、まあ、もう根性があるからさ、いやでも話したすごい、ね、筋肉とかすごいあるんで、ああそうか、うん、それがあったからまあ無事だったと思うんだけど、うん、まあ、自分だったらもう多分痛いだし、あの
危なかったなっていう気がする。あの運動神経とあの筋肉で守られてるから助かったんじゃないかなっていう。やっぱり普段から多少ね運動して鍛えないとダメだね。そうそうそう、いつ何がね起きるか分かんないから、はい、鍛えよう。ここで鍛えよ。ここで鍛えよ。腹筋鍛えよ。鍛えよってなんだっけ、あのリクエスト。あ、ハリウス。このキーなんだっけ。D シャープマイナーですね。うん、そこは半音上。ここだね。こんなこんな格好してた俺。下げてもいいっすよ。いや、下げてもいいって。何よ下げる。下げてもいいですよだと。私は博多春吉の夜の女さ、街行く男に声かけちゃ、ねえ遊んでいかない、そもそも私がこんな女になったのは、愛した男が旅に出てもう帰っちゃ来なかった。一年待っても二年待っても帰っちゃ来ない、ということで、マリとももこさんのももこさんからリクエストいただきました、春吉コールガールとね、はい、でしたけど、これはもう博多の昭和っていうねライブハウスに出てる時にねよく歌った曲ですね、ということでですね、他には、まあ、大体こんなもんですか今日は。
はいはい、あ、忘れるところだったよ。はい、俺忘れてた、松下刺身曲コーナーやんねん。先週、先々 先週ですね。いや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 、普段ほらあんま歌いたがらないのね、松下さんは。しかし、ね、体力あのこの間ね、あ、歌いたかったとか言って あ言ってましたね。歌いたかったとは言ってないよね。言ってない、言ってないけど、あのね、うん、ちょ、どうしよう、私行きますか。行きましょうよ。あのそうそう、じゃあ今月の歌。今月の歌。今月の歌って俺をさておいてよくそんなことが言えたもんだな。今月の歌にしちゃおうかな、チャルメラそば屋を。行きますか。行きますかね。これ美空ひばりさんの、あの、はいはい、幼少の頃歌われてたね。幼少でしょうね。13、4、5ぐらい。いい歌だよねこれね、うん。まだでもた、あの、いろんな人が歌ってないからこれはいいかもね。うん、あんまりね、歌ってる人いないから。いないですかね。うん、あんまりご存知じゃないかもね。うん、知らなかったですね。僕のね、友達が紹介してくれたのよ。へー、あの、やっぱり美空ひばりさんファンがいて、でこういうのがあるんだけど。そういう、でそれからだよね。私も知らなくてこれをね、一生懸命覚えたんだもんね。行きますか。はい、行きます。これでこのおそばのとこだけ深くリバーブ本当はかけてもらいたかったんだよね。ね、おそらくまあ放送では入ってるよね、気が利くから。OK です。ということでね、チャルメラそば屋ご紹介いたしました。なんだろうね、あの腹筋が弱くなってる。ああ、やっぱね、マスクしてるとね、そうだと思うな、ちょっとそういう影響出るよ。うん、あのね、マスクずっとしてるとね。ちょっとやっぱいろんなね、こうたるむし、そうそうそう、呼吸だから、まあマスク人混みではしてるけど、普通はちょっとストレッチするとあのね、あの時とか、うん、その人がいない時には割と外してるんだよね、俺呼吸法とかしてるから。駅まで歩く時とかは外してとか下げて、うんうん、人がいっぱい密集してるとこじゃつけないけど、ね、うん、あれだけどもね、離れてる時はね、外し気味にして酸素を取り入れるようにしてますけどね。そうそうそう、だからまあいろいろあの
ね、制限はあるけども、うん、やっぱその中で自分なりのね、うん、ことをやっぱ身につけていった方がいいと思う、ね、まあ、鼻だけ出してほら鼻から呼吸するとかさ。いや俺そういうなんか変なことしたくないんだよ全部外すんだったら外すんだよ、まあ、鼻から出して鼻だけ出して鼻だけ出してるおかしいだろそれ。どっかの議員がなんかね、うん、なんかあれになったじゃない。本当鼻だけ出してて、うん、その人はそれでいいって言い張るの、うん、でもあの議会でみんなが、うん、あの採決取って、うん、それはブーンになって、うん、その人辞めさせられたんじゃなかったかな。どっかバスクで辞めた人がいたの。そうどっかのね、そでもなんか議会で電車であれよね、喧嘩になったことって、ね、喧嘩になるね。鼻出してったらダメだっつって、ね、ダメだとか言って喧嘩になったとか、まあ、でも電車は電車はさすがにね、ちゃんとね、自分も嫌だよね、うん、電車ね。まあそうだけどさ、まあ、そういうのなくなる日が来ることをね、多分もうなんか時が経てば、うん、そんな時代が経って笑える日が、まあそういう日が来ることを願う、ね、願ってますって感じだね。ねえ、真剣な話だったとか言ってね、笑い話でね。まあでもそこまで生きてればいいけどさ俺いつまで生きるか分かんないちょっとそういうのやめてくださいよ生きてましょうよ、じゃあちょっと ね、あのこれミキさんがね前リクエストしてくれてね、あの歌えられなかった曲いきますか、はい、昭和通り Walking Down the Street。
昭和通り Walking on the Street を紹介しましたけどもですね、まあなかなか打ち合わせ通りこれ私専用ので、何よそれいや、あの何あに睨みつけるから横で知らんあれって ね, ね、あのまあちょっとこれビデオを撮ってるからね俺が睨んだ顔が絶対もしてる鬼のような顔して何こっちを見てんだろうと思ってたらもうさだってこれ見づらいのこれがこうなってて、でこれこれとかあれとか言っても分かんないよ聞いてる人はこれが見づらいとか、ね、あれが見づらいとか、いやいや、まあ私のミスでございました、うん、うっかりしてました、うん、聞き惚れてるんですよね、聞き惚れてるっていうか聞き入ってる、カナダさんの歌をね、聞いてしまう、嘘ばっかりじゃないぞ聞き入ってしまうでも番組終わったらさ、何さっきの声がひっくり返る時でたまらんじゃないちょっと引っかかる時とかあるわけじゃない、このいきなり発声練習もしないで歌うんだからさ、うん、発声練習はやっぱ必要、何今日カラス天狗みたいな声になってたのカラス天狗ってなんだよカラス天狗の声自体が分かんないけどさ、あのこんな感じで、どんな生き物なのそれカラス天狗って、ね、ということでね、でもあっという間のでもあれじゃない、テンポよく歌いましたね今日はね、今日本当テンポよくいきましたよ、まあでも割とのんびりね やれたかもしれない、そうですね、あの、うん、まあやることも打ち合わせも何もないんですけども打ち合わせもっとしないとね、そうちゃんとしたいよね、はい、うん、今月も、この先のゲストをちょっと、はい、町田さんの方からご紹介してください、22日ね今月は、はい、いよいよちょっと延期になってたあの神戸からのね、はい、神戸からのお客様ですね、崎久保晴美さんが来ていただきます、崎久保晴美さん、はい、あのね、ジャズシンガーですね、ジャズ歌ってるんですけども、この人ミス、そう、あのミスユニバース、ユニバース、おおすごいね、うん、もう四大飛行かな、スタイルもいいし、顔も美人だしさ、そう、皆さんびっくりしますよ、二、ね、人とも鼻ジブだよ、鼻ジブ、高木ブー、高木ブーじゃない、いや本当にね性格もすごく良くて、でも松下さんがもともとね、うん、あの神戸行った時にね、うらしいね、なんか。トミーが来た時、そうそうそう、トミーがね大ファンでね、うん、そういうハルミちゃんの、あ、そうなの、そもそも、へ、うん、大ファンっていうか、まあそこで知り合って、うんうん、あのジャズを歌う時にこう、なんていうの、飛び入りでトミーさんがね、そう、そっからの付き合いが始まって、そうですね、うん、そうそう、たまたまそういうご縁があってね、あれですけどもですね、今決まってるのはもっと先のが、もうね、うん、あのちょっと今からあのちょっと僕もぼーっとしてて、あのゲストの方あんまり入れてなくて、あの候補の方がたくさんいらっしゃるのね、まだ、うん、待っていただいてる方、はいはいはい、12月に発表しますか、うん、まあ、12月はね17日もう早々とあの山本教授さん お見えになりますけどもですね、12月ちょっと先ですけども17日、あとちょっと今あのまだちょっとはっきりしませんが、うん、武田和夫さんがまたねジャパンツアーで、うん、お見えになるので、はいはい、今ちょっとお声掛けしてますが、はい、まあ、あの この後もねお楽しみいただきたいと思いますけどもですね、はい、ということでもうあっという間の、あ、時間なくなっちゃった、ファニーエンジェルちょっとやってもうできないか
っていうことで、ね、うまいこと終わるよね。忙しいよね。めっちゃショートバージョンね。ということでね、あっという間の1時間でございました。はい、またね、来週も金玉しようか。そうですね、はい。お楽しみいただきたいと思います。はい、あっという間の1時間でした。お相手は、はい。さ何譲り合ったんだ。あ、町下としみ、はい、桜田たけし、加納吉郎でございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time、はい。Thank you.